性格が悪いと噂の女子アナ7選。1、久慈暁子。久慈アナは元フジテレビに所属したフリーアナウンサーです。青山学院在学中から芸能活動をしており、ノンのモデルオーディションではグランプリに選ばれた過去もあります。フジテレビ入社後は目覚ましテレビを担当するなど、数々の人気番組に出演し、フジテレビを代表するアナウンサーでした。フリー転向と同時に NBA の渡邊雄太選手と結婚も発表。そんな久慈アナですが、ノンノのモデル時代、性格の悪さが友人の証言によって暴露されてしまいます。証言によると、あるファンが久慈アナに写真撮影を依頼したところ、無言で撮影に応じ、その後も無言で不機嫌そうな様子だったとのことです。さらに用意されていた椅子に腰掛けると、ため息までついて周囲を凍りつかせました。またフジテレビ在籍時に平壌オリンピックのフィギュアスケートで金メダルを獲得した羽生結弦さんにインタビューした際にも、久慈アナの性格の悪さが露呈されてしまいます。インタビューでは羽生さん自身の試合のことは聞かず、平壌で美味しかったものは、観戦して面白かった種目はなど、関係のない質問ばかりをする姿をお茶の間に届けてしまった久慈アナ。この放送を見た視聴者からは、何？わざとやってんの？疲れようとしていて痛いなどの辛辣な意見が寄せられました。2、宇垣美里。宇垣アナは元 TBS に所属したフリーアナウンサーです。アイドル顔負けのビジュアルで、人気アナウンサーランキングでは常に上位を占めていました。そんな宇垣アナですが、 TBS 時代のエピソードによって性格の悪さが露呈してしまいました。 TBS 時代、番組の降板を 1,2 週間前というかなりギリギリで伝えられた宇垣アナ。そのことに対して苛立った宇垣アナは、なんて失礼なことをするんですか、もっと前に決まっていたはずだし、もっと前に言うべきと担当のプロデューサーに怒りをぶつけました。結局プロデューサーとの話し合いでは決着がつかず、じゃあもういいです、とりあえず上司とお話ししますとその場を去ろうとしました。宇垣アナの去り際にプロデューサーは買ってきたコーヒーを渡したそうです。しかし宇垣アナはプロデューサーの顔を見ながら、あなたからもらったコーヒーは飲めませんと言い放ち、その場でコーヒーを流しに捨てました。さらにはこのエピソードが週刊誌に取り上げられたことに対しても、この出来事が外に出ている時点で民度が知れるわと TBS 批判とも取れる発言もしてしまいます。この一連の言動にネット上では、これは性格悪すぎでしょ、人としてどうなのかと思うなど、宇垣アナに対して批判的な声が多く集まりました。3、西尾ゆかり。西尾アナは元日本テレビに所属したフリーアナウンサーです。日テレの顔として長らく活躍し、ズームインスーパーの司会をはじめ人気番組に多数出演していました。人気アナウンサーの一員だった西尾アナですが、フリー転向後は仕事が激減。その大きな原因は西尾アナの性格の悪さにあったようです。例えば番組の打ち合わせでは、資料を開かずにずっとスマホをいじり続けるという態度で臨んでいました。さらには上司やスポンサーには媚びを売り、後輩や AD に対して冷たい態度をとっていたようです。そのことから陰では、西尾は上の人間にばかり媚びるということが言われていました。人気アナとして活躍していたため、完全に天狗になってしまった西尾アナですが、媚びを売っていた上司たちが世代交代で去っていくことによって、西尾アナの立場も危ぶまれていきました。冷たく接していた後輩や AD が主要ポジションに入っていったことによって、西尾アナはテレビから姿を消し始めました。自業自得の結果となってしまった西尾アナですが、現在は2児の母としての顔も持っており、家業中心の生活を送っているようです。4、弘中綾香。弘中アナはテレビ朝日に所属するアナウンサーです。好きなアナウンサーランキングでは4年連続で1位を獲得するなど、アナウンサー界でトップの人気を誇ります。しかし人気アナである一方で、性格が悪いという噂もあります。弘中アナの性格が悪い理由としては、毒舌に原因があるようです。毒舌こそが弘中アナの持ち味という意見がある一方、視聴者の一部には性格が悪く見えています。その一面が垣間見えたのは、ロンドンハーツの企画でにゃんこスターの家に突撃する深夜の家庭訪問に弘中アナが出演した際のことです。にゃんこスターについて、縄跳び飛ぶ人としか思ってないと小馬鹿にしたような発言をして、会場を笑いに誘いましたが、ネット上では毒舌すぎると引いた意見も多く挙げられました。またオールナイトニッポンゼロで元テレビ東京のプロデューサー佐久間信之氏と共演した時に、
弘中アナはテレビ東京のすごいプロデューサーなのか知らないですけど、はっきり言ってただのおじさんですよねと毒舌発言。こうした他人を貶めるような発言を連発していることによって、一部の視聴者には性格が悪いアナウンサーとして映ってしまっています。5. 竹内芳恵。竹内アナは元テレビ朝日に所属したフリーアナウンサーです。長年ミュージックステーションの司会を務めるなど、テレ朝の顔として活躍を続けていました。そんな竹内アナですが、突然ですが占ってもいいですかに出演した際の言動に、視聴者から性格が悪いと非難されました。番組に共演していたフリーアナウンサーの吉田明夫アナは、竹内アナがフリーに転向し自分と同じ事務所に入所した途端、竹内アナの方に仕事が流れていったことを告白。嘆く吉田アナに対して竹内アナは、私関係ない、コロナとかで勝手に吉田ちゃんから仕事がなくなっただけだよと発言。この光景は笑顔に人を貶めた言動に移り、視聴者からは天然っていうかナチュラルに性格悪いんだろうな、めっちゃ腹黒そうという声が集まりました。また踊るさんま御殿に出演した際には、テレ朝時代関西ローカル局のアナウンサーに現場で会った際、へりくだられて困ったというエピソードを披露。これに対し元読売テレビアナウンサーの川田博美アナは、キー局アナに謙遜してしまうのは仕方がないことと説明しました。これを聞いたさんまさんは、ローカルアナはあなたに受験で負けているんですよと竹内アナに告げると、竹内アナは、はいはいはいとさも当然かのように流した返答。この態度にさんまさんも思わず、性格変えなあかんとツッコミを入れるほどでした。6. 市木玲奈。市木アナは日本テレビに所属するアナウンサーです。アナウンサーになる前は乃木坂46のメンバーとしても活動しており、アイドル時代からの追っかけも多く、人気の高いアナウンサー。日テレ入社後はバラエティーから報道番組まで多岐にわたって活躍。そんな市木アナですが、ある出来事をきっかけに性格が悪いと噂されています。市木アナが日テレに入社する前の出来事でした。アイドル時代の市木アナは TBS で放送されていた金スマに出演。番組の企画で社交ダンスに挑戦していた市木アナは、パートナーとして TBS に所属する山本アナと組んでいました。2人は猛練習の末、順調に技術が向上していたのですが、2年が経ったある日、市木アナが突然企画から降りると発言。理由は学業に専念したい、もうすぐ4年生になるからというものでしたが、このことは相方である山本アナは全く知らされていなかったようです。突然の降板報告に戸惑う山本アナを見た視聴者からは、山本アナがかわいそう、市木玲奈の態度がムカついた、いつか話さなきゃいけないことだったら事前に相談しろよなどの批判的な声が集まりました。この時日テレから内定が出ていたため、番組を辞退したのではないかという推測もされており、乃木坂でも逃げて踏み台にし、金スマの社交ダンスでも逃げて踏み台にして日テレに入るなんて、アナウンサーになっても金持ちを見つけて今度は日テレを踏み台にして結婚退社するでしょなどの声も上がりました。 7. 天明舞子。天明アナはホリプロに所属するフリーアナウンサーです。東京大学という高学歴の持ち主で、大学卒業後は NHK の契約キャスターとして勤務。契約満了後は JP モルガン投資銀行本部に勤めた後、ホリプロにフリーアナウンサーとして在籍することになりました。そんな天明アナは2017年9月2日に放送された有吉反省会で、博多大吉さんによって性格の悪いアナウンサーであることを暴露されてしまいます。番組にゲストとして出演した天明アナは、友達作りの話題になると自身に友達がいないことを告白。天明アナは、学校で友達の作り方習わなかったと発言すると、続けて、友達っていうのは作るものじゃなく倒すものだと思っていたとのことで、友達イコール受験勉強の敵だと認識していたようです。東大合格を勝ち取り、エリート街道を進む天明アナは今すごく穏やかな気持ち。倒すべき相手がいない、この番組が好きで見ていたんですけど、バカな人もいるから頑張ろうと思いながら見ていましたと上から発言。しかしこれを聞いた大吉さんが、東大とか関係ない、ただただシンプルに性格が悪い、だから友達がいないと切り捨てました。今回は性格が悪いと噂の女子アナ7選を紹介しました。今後も女子アナに関する動画を上げていきますので、高評価、コメントよろしくお願いします。